ゲームラブ。はい、どうも、チーズ、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はね、健康診断にね、ちょっと行ってきたんですけども、その終わりでカメラを、回しています。今日は健康診断の話をしようかなと思うんですけども、まあ私、年齢が年齢なのでね、ちょっと健康診断もいろいろあるんですよ。で、まあ今終わって、昨日の9時から、何も食べられない、飲めないっていうストレスを乗り越え、今、終わって、今食べれるということなので、もうね、降りた瞬間に焼き芋売ってたんで、ちょっと買っちゃいましたんで、今日の焼き芋を食べながらね、ほらほら見て、美味しそうでしょ。大好きなんですよ、僕焼き芋。今日の、健康診断の話よりね、健康かと思う。うわ、うまっ！うまい。ちょっと長くなるかもしれませんけど、お水もね、これいただきました。もううまい、マジでうまい。健康診断の後の水がもう世界一うまいわ。飲むタイミングとして世界一うまいのは健康診断の後よね。いやー、だからこの焼き芋うまっ。待って、芋好きですか。やっば、これ半端ねえ半端ねえな、このうまさ。いや、甘い。まいね、ちょっといただきます。うーわ、うんま。これやべえ。言葉が出てこねえまあまあまあ、まあ今日はね、そういうことですね。言ってきたんですけども、結構健康診断って、まあそう、なんちゅうんだろうな。いろいろ予備知識とか持ってた方がいいこともあったりすると思うんですね。ね。で、そういうのも、ぜひちょっと頭に入れて、ね、今後、なんか来週行くとか、まあ、そうですね、3ヶ月以内に行くとか、いう方がもしいらっしゃるわ。ちょっと頭に入れていただけるといいかなと思います。まず受付時間って書いてるじゃないですか、何時から何時ってね。あれでしょ、あれは絶対一番最初に行ったがいい。途中で行くともう確実に先約がいるわけじゃないですか。めっちゃ待たされる。そう、僕ね、ちょっとギリギリに行って、その受付ギリギリに行ったらもうね、11番だったもんね。ちょっと待たされました。まあちょっとそれはね、ミスったなと思った。はい、芋がうますぎて言葉で、まずこれは本当にめんどくさいかもしれないですけど、でも途中から行こうがね、はるかにめんどくさいなって思いました。これは本当にね。今日はね、まず何したっけな、あれ、さっきのことが思い出せないよ。まず、受付して、中入って身長体重測って、血圧測って、あれ何したっけな、最初。あれ、それの前に何かしたよな。あら忘れたよああ、そう。眼検診があるからね、僕らもう45歳を、40超えたらもう眼検診とか受けないといけないですね。ね、もう、やっぱり今こういうご時世なので、ちゃんとね、絶対豆に見てもらった方がいいと思うんですね。だから、胃がん、肺がん、大腸がんの検診を受けました。はい。そう。で、それの、検便検の提出か。からの体重測定、血圧検査。思い出した。洋服なんやけど、あんまりなんか、重ね着しない方がいいっすね。絶対脱がないといけないから、
重ね着しなくていい洋服を着た方がいいと思います。逆あとはこういう脱げるやつじゃねえや、服は脱げるわ、チャックで開けられるやつの方がいいと思います。あれタートルネックみたいなやつ着てると多分面倒くさいと思います、いろいろのね、だからやめた方がいい、これが、そう、これすげえ大事だと思う、僕だからちょっと寒いかなと思ったけど一枚脱いでいきましたもんね、これ正解だった、正解でした。けどで、その後レントゲンからの、メインイベントはもうバリウムなんですよ、バリウムね、もう俺これがきつくていつもこれで大苦戦なんですよ。でバリウムってね、飲むのもきつい、もう、美味しくもないし、でもだいぶ美味しくなったらしいんですけどね、本当になんか冗談かなっていうぐらい、これ違うんですよ、こんな紙コップで涙みつがれてそれを飲み干せって言うんですよ。僕さ一番最初に言われた時冗談やろうと思った時、冗談じゃないみたいな感じで言われて、それがきつくてね。でその前になんかね、あれを飲まされるんですよ、子供がよく水に入れたらパチパチ言うような、なんかシュワシュワする粉みたいなやつ飲まされて、それを口に含んだ後にゴクって飲まされて、これがきつい。そして腹、お腹が膨れるようになってるバリウムで、そうすると中が見えやすいんですよね。ただお腹が張ってるから痛いわけですよね。それでその状態から回るんです、しかも自分で、これがまたきつい、すんげえ狭いの、またその回る場所はね。でこれ本当毎回思うんですって、結構その上げたり下がったり下げられたりするんですけど、結構ね、本当結構僕筋肉ある方のこの俺ですらね、ガッて掴んどかないと落ちそうになるわけですよ。いや俺はできたからいいけど、これ他の人大丈夫なのって思うぐらいすごい重力がかかってて、僕知ってる人は知ってると思うんですけど、飛行機に乗れないんですよね。だからああいうなんか上がったり下がったりする揺れが怖くて、ですぐ目つぶる癖があるもんで、そのバリウムの時も目つぶってたんですよね。そしたらなんか本当になんかその体感的には飛行機に乗せられて飛んでるイメージを感じるわけです。なんか走ってるみたいな。だからめっちゃ怖くて、でそのなんて言うんだろうな、感覚がないから、逃げ場がない感じになって怖くなるんですけど、我慢しなきゃいけないけど、それがまた嫌だったんですけど、今日気づいた。もし僕と同じ、ほとんどいないと思うけど、あれで苦しちょっと悩んでる人がいたら目開けてみてください。なんじゃない、ただグイーンってやってこうなってるだけだった。それを目つぶると変に想像してしまうんですよ。もうそれで怖かったんですけど、今日は大丈夫だった。だから幾分ね少し楽だった。はい、あ、だからまあなんとかね、なんだろう、ここ数年の中ではかなり無事に終わって、でも今お芋食べているって感じなんですけどね。そうそうそう。で究極の僕からのアドバイス、これだけちょっと頭に入れていただきたいなって思うアドバイスだけをちょっと出してもらうんですけども、もし健康診断を受けました、定期の人に、会社のやつは多分あれだと思うんですけど、定期の健康診断の時期って多分半年ぐらいあるんですね、確かあるんですよ。寒い時期はやめた方がいいかなと思いました。服を脱いだり着たりしないといけないのは結構めんどくさいかなと思います。だから寒い時期は外せ。でなんで寒い時期になりやすいかっていうと、これもちょっと理由があって、健康診断の時期が夏から7月から多分2月ぐらいまでなんですよ。要するにその先延ばしにしたやつがもう苦し紛れに1月2月に受けるんで、僕がもうまさにそれだった。ベストは9月10月ですねぐらいに受けられるのが一番いいかなと思いますんで、ぜひ受
やられてみてください。今日もこれで以上なんですけど、あとは僕は焼き芋食い終わるまで回しておきます。どんな動画だよ。でもこの食えない時間ってもうストレスだった。なんかその作業もできないんですよ、集中できなくて何にもしたくない。うん、あとね、最大の勘違い、僕はいつもトライアルで焼き芋を買ってよく食べてたんですけど、トライアルの焼き芋って1個何円なんですよ確か。だから何選んでも金額一緒なんですよね。うん、でさっき焼いてらっしゃったから見に行って買おうと思って行ったんですけど、でその何選んでいいですよみたいな、僕の前の人が出てわーみたいなんで選んでて、で130g100 円って書いてあったんですよね。だから僕バカだから1個130円だと思って2個頼んだら、なんかその前に会計する前に、なんていうんですか、なんか台みたいなやつに一回置いてから計算するから、何してんだろうなと思ったら、600何円ですって2個買ったからね、あれと思ったけど、普通に考えてグラム売りやろみたいな。気づけよって。そう、もうトライアルの感覚が完全に残ってたんで、ちょっとびっくりしちゃいました。まあまあ、僕の勘違いだからあれなんですけどね。いやでもうまいわ。もう一個買ったら後で昼食べます。バリウムはね、便出さないといけないから、食べとかないといけないんですよ。言われました。めっちゃ食ってください。めっちゃ飲んでください。言われました。で、今日はもう仕事を入れていません。もう怖すぎて。だってよ、今日、体験レッスン入りましたっつってね、お腹がって言った、もう最悪でしょそんなの。ちょっと待ってくださいねみたいな、ここ危ないかもねってなっちゃうでしょ。だからやめた。今日はおとなしくします。まあ結構僕健康志向にはうるさくて、まあなんか感触も体にいい食べ物ってなんだろうなとかよく調べてたんですけど、やっぱさつまいもっていいんですよね。便秘の人にも効くと思います。っていう流れで、まあトライアルが安かったからよく買いに行くようにしてたんですけど、最近あんまり行く用事がなくなってですね、近くにはないんですよ。で、教室のスタジオの近くにあるので、その時には行くようにしてたんですけど、最近あまりそっちに行く機会がなくてですね、うん、まあ転々としてるもんで、まあなかなかね、あれなんですけど、あ、そうや、昨日のあの餅トークの動画を見ていただいた方ありがとうございました。あの話のきっかけになった、男の子の、ところのお母様から連絡があって、みんなで見ましたって言ってですね、っていうあのお話で、僕の結論を見て、僕はもうどっちにもいいことはあるみたいな、なんかどっちでも大丈夫っていう、その言葉に救われましたっていう話をしていただいて、あ、取り上げてよかったなと思いました。なんか学校の先生みたいですねとか言われたりするんですけど、いいじゃないですか、そういうことをすることで本人も頑張ろうってなってくれるんだったら、これも大事なことかなって僕は思うんですよね。いや、時間内でやることと時間外は違いますかっていう人も多分いると思います。そういう人はちょっと心が冷たい人なのかもしれないですね。まあ誰とは言いませんけど。
構ほとんどメイン焼き芋になっとるよ。でもうめえ。でもほんとマニアックな話ですけど、自然の甘さがたまらないんですよ。何言ってんだって思うかもしれないけど、自然の甘さがうまいんですよ。僕ね、こういうのが好き。こういうの。だからきな粉で食べるお餅とか、好きですね。最近塩にもハマってまして、何ですかね、どういう製法で作られているかとかね、そんなのも調べたりするのが最近好きです。おいしかったー、マジおいしかったー。たまに食ってみてくださいよ。本当に美味しいですよ。昔はよく車で来てる人いっぱいいましたもんね。ちょっと待って。もう一本食べたくなってきた。どうしようかな。迷うな。じゃあもしもう一本動画が上がってたら、それはおかわりしたんだなと思ってください。ということで、本日は、健康診断の話と焼き芋を食べるという動画を流させていただきました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。